ロトタイプ感で柔らかいうちに加工しよう。あ、怖い怖い怖い。あ、ほら取れた、綺麗に取れた。あーって見ますか。ガチャ。やっぱ不自然ですね。何かをパーツを貼り付けて、みんな大好きユーリさん、もうひたすら、まあ嘘なんですけど。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはでーん、またまた仮面ライダーガブなんですけど、今日4日日曜日ガブの第2号ライダーが発表されました。前からネタバレでなんとなくは知ってたんですけど、ついにその姿、そして変身、あれベルトやな、銃みたいなやつが発表されたんですね。だからそれを作っていこうと思います。で、変身ベルトガブを作った時みたいに、まあオリジナルライダーを作って変身ベルト履くっていうね、オリジナルライダー作ってそっちの変身ベルトっていうんじゃなくて、まあ今回はね、バレンの変身アイテムのプロトタイプみたいな感じでワンデスたちには認識してもらえたら嬉しいなと思います。まあ、どうなるかわからないですけどね。チョコレートモチーフ、バレンタインのバレンでしょ、きっとね。で、僕ベルギー人と日本人のハーフですから、ベルギーといえばチョコレートなんですよね。ゆかりが深いということで、ノリノリで作っていきたいと思います。チャンネル登録まだの方、今すぐポチッと是非お願いします。ワンメス。プロトタイプってね、やっぱ好きなよね。ロマンを感じるよね。みんなそれぞれ想像のプロトタイプの形は違うと思うんだけど、理想のプロトタイプ像に近づけたらいいなと思って楽しんでやっていきます。最後まで見てね。さて、仮面ライダーバレンの変身アイテム、もう一回画像見てみましょう。こんな感じ。銃みたいなトリガーがこっちについてて、こういう感じですね。で、真ん中にご地蔵くんはめるようになってて、これがホワイトチョコなんですよ。ホワイトチョコもね、もう僕大好き。むしろホワイトチョコの方が好きっていうぐらいですね。ちなみに僕の父もホワイトチョコ大好きなんです。まあそれはいいんですけど、でこっちにレールガンというかな、あのキャノン砲撃てそうな、こうビーって波動が集まってショーンっていけそうなやつね。そういう形の、まあ、ざっくり銃でいいと思うんですけど、これを作るためにまずトリガー部分ではなくて反対、こっちから作っていきましょう。これに使えそうなアイテム、ベーン、ダブルドライバーです。ほらもうこの形なんかいけそうでしょ。ポコーンと。これから行ってみましょう。分解します。改造スタート。ダブルドライバーももう分解するの何回目かね。結構やってるよね。で、今回はちょうどこのスロットのね、横ここのラインに、上から見るとこれ分かるかな、ここのラインに合わせてこれ切りたいんですよ。で、土台残しでいきます。だからもうこっちなんていうのはぴったりですね。もうこのまんまですね。ここまで切ります。ニッパーをね、アマゾンで買いました。今日初使いなんだけど、かなり調子いいです。はい、ひとまずこんな感じです。横がスッキリしましたね。で、次はここを、これまた画像見比べるとこんなにずんぐりしてないですね。もうちょっとこうシュッとスタイリッシュになってる感じなので、ここを切って後ろにずらそうかなと思うんですよ。なので行ってみましょう。丸のこチェーズ。ああ全然ミスった、全然あかん。いや、これね、画面に映るようにって考えて高さ出したんだけど、自分が見えてないねんな、正直。だから全然わからん。このぐらいかな。あ、これならいけるな。もう一回いきます。いけた、いけた。いけたけど、下まで貫いてないな。見えるか見えるかな。ここまでしか行ってないね。これだからもうあとはもうハンダコーティングな。ハンダコーティング。バルノコチャンスの途中のハンダコーティング。二重構造になっちゃったな。ダブルだけにっつって。ちょっとうまいな。もうね、この辺でね、筋入れちゃえばいいね。そしたら多分切れてくれる。押しても引いても全然取れない。硬いわ。これまあ別にこのパーツじゃなくてもいいっちゃいいんだけどね。別のパーツ見つけてくっつけるでいいねんけど、なんかせっかくやからこれ使いたいなーっていうね。ほんで、ここまで来て今思ってんけど、ここ、先、こっから先切ったけど、これも実は邪魔やな。ここまで、これ、シュッとしたいから、あんまりぼっこりさせたくないですよね。となると、ここもいらんから、これを丸のこやれば、この今必死で頑張ってたここまで届きそうな気がする。丸のこチャンス。全然あかんな。ほんまにあかんな。想像力が失われてる。よし、ここやな。行ってみます。うん、いったね。で、あとはこの辺を整えて。いや、これ効率悪いな。やってみて思うけど、効率が悪すぎる。
クリエイターラビタンカン紹介。ガチの技巧派改造 YouTuber のかまやんさんがオリジナルラビタンカン作って僕にくれました。この金色の部分は本当の金属を使ってて、フライス板っていう金属加工の機械があんねんけど、これが家にあるらしいね。自分で買ってんて。さすがにこの規模のじゃなくて、家庭用のフライス板があるのかどうか知らんけど、家庭用のもうちょいちっちゃいサイズやとは思うんだけど、これで金属加工して、マジで金属大きさ合わせて、ほんますごいよね。で、これプシュッと開けると後ろに電源と充電口と水を入れる穴が開いてて、ビルドドライバーと連動して水蒸気が上がるの。まさにスチームやね。だから最初のこの声、これも自作の音声鳴らせるように中に基板が入ってんの。で、目は赤く光ったり青く光ったり。これ興味ある人はかまやんさんの動画で詳しく説明してるので、そっち見てほしいんだけど、もうね、僕みたいな素人にはね、何が起こってんのか分からへんね。いや、ほんますごいな。で、しっかりかまやんさんのネームプレート作って、ブレイブイン。いやー、素晴らしいね。異質やもんな。いや、こんな対策いただいて本当にかまやんさんありがとう。大事にしますよ。マジですげえもんな。よっしゃ、ライトスロットの反省を生かしてレフトスロットはもうちょっとすんなり行きたいなと思うけど、あー、いきなりずれるな。後ろから行くか。ここはすごい綺麗にいった。で、次ここ、これがどういったらいいのかな。ダブルドライバーの構造上、裏面は機械的な模様が入っててボコボコしてるとはいえ、一応フラットなんですよ。だから丸ノコも安定するしグンと入っていけるんだけど、正面は機械的な激しい凹凸が結構あるんですね。だからそもそも丸ノコが安定しない。ライトスロットは刃を入れやすかったんですよ。でもレフトスロットにすると逆さ向けることになるでしょ。そうするとこれうまく説明できないんだけど、ドライバーの形的に刃が入っていきにくいんですよね。で、丸ノコも安定しないし、だから左利き用の丸ノコを使ってライトスロットと同じように切っていけるなら問題なかったんだけど、このドライバーの形で刃を入れるのはもう無理だと判断しました。なので丸ノコチャンス、ここで終了というね、悲しい結末になってしまいました。しかし私パウチは諦めません。反対から行ったらんかいっていうことでね、無理やり反対からノコを入れてやりますよ。あ、怖い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 。怖っ。あ、でも貫いたな。さっきよりスルッといった。削りカスがすごいな。これ一回これ終わったら掃除せなあかんわ。これ、あ、集合体恐怖症っていうの。集合恐怖症じゃ、集合体恐怖症やな。集合恐怖症やったら集合って言われただけで、あーってなるタイプのね、ちょっとさすがに行きづらいかなっていう方になっちゃうから、集合体恐怖症ですね。あの虫、大量の虫とかそういうの苦手な人はちょっと今きついかもしれん。ごめんね、ごめんね、ほんとごめんね。はい、こんな感じですっきりしました。こうやって見るとやっぱり最初の本来のダブルドライバーのデザインがいかに優れてるかっていうのがわかるね。まあ これはこれで可愛らしくコンパクトになっていいっちゃいいんだけど、やっぱダブルドライバーすげえな。はい、っていうダブルドライバーの凄さもわかったところで、今度はこれさっき切り取ったこのパーツですね。これもね、これはこれでいいんですよ。なんかよくやっぱ鏡でさ、こうなんか顔を寄せてこんなグニューってなるやつあるやん。こんなあれみたいですね。やっぱ不自然ですね。これはね、ここにビス止めしてみましょう。はい、先っぽパーツはひとまず造形はこんな感じかな。後でもうちょっとパーツ足すかもしれないけど、まあこんな感じ で最終的にさ、ここにさ、チョコレート色に塗ったガイアメモリー、もしくはなんかキットカット的なやつ、そんなはめてもちょっと面白そうや。だここも可能性残しとく。ひとまず OK ね。どうしようかな。本当にどうしよう。最大のピンチを迎えてる。さて、じゃあ今度は持ち手いきます。持ち手はね、もうダブルドライバー僕の大好きなアイテム使ったってことで、ついでに最近ショートに出してめちゃめちゃみんなに受けが良かった、やっぱみんな大好きよね、ドア銃、これ使っていきたいと思います。これもうちに何個かあるんで。いや、これね、100円から300円ぐらいで大体売ってるんですよ。もうそんな安い値段で売られてるのを見るとね、心が痛いわけですよ。だからもういや、買ううちに迎えると思って何個かあんねん。これね、片方のドアだけいっぱいあって何人乗りやっちゅう話やな。ちょっと何言ってるか分かんないっす。これもちょっと分解したことはないんで、中の構造とか全然分からないんだけど、分解してみましょう。まずここを分解するだけでドアパーツ取れそうやな。あ、ほら取れた、綺麗に取れた。いいですね、いい感じですね。これで前パーツと合わせてみると大体こんな感じですね。あー、なるほどね、こんなもんかな、この辺かな。まあ一回分解してみましょう。よし、取れた。で、こっちにつけるには
この辺のこの出っ張ったパーツ、これが多分全部いらないんです。でここをできるだけ平面にしといた方がビス打ちしやすいと思う。ドアがくっついてたここのパーツもいらんかな。これは多分ね、この2箇所切るだけで、あいけたね、切れた切れた。いらないパーツはニッパーでガンガン落としていく。合わせてみて。お、ここがピッたりまっすぐで気持ちいいね。多分これで止めちゃっていいんじゃないかな、きっと。でこっちも同じように切らないとダメなんです。こっちはね、片方切っちゃえばあとはまたこうやって合わせて、この辺も全部いらんっていうことね。こうやろう、だからここの線までやな、ここの線までこれが来るから、ここだから、ここか、ここの線、ここまでいらんねん、こっち全部。よし、これはもうハンダコーティングで線つけて折っちゃおう。このシートベルトデザインが入ってんのもね、なんかさりげないよね。おしゃれやわ、こういうの。ほんとドア重おしゃれやね。お、やった。よし、綺麗に取れた。シフトカーは入らなくなるんだけど、もうそれはもう全然いいです。でもご地蔵がシフトカーに乗ってわーって入ってくるの、それはそれで可愛いけどね。仮面ライダーバレンがバレンタインでホワイトチョコなんだね。ホワイトデーじゃなくてね、2月14日でホワイトチョコ。あれ、もともと外国、アメリカかイギリスかわからんけど、では逆って聞いたことあるな。あの男性と女性が、女性を射止めるために男性が何かを送るっていうのがバレンタインデーって聞いたことあって、その場合2月14日がホワイトチョコなのかな。それホワイトチョコはあれか、日本のチョコメーカーが勝手に作ったやつか。本当は花束とかかな。世界のいろんな行事っていうのは、まあクリスマスの赤と白とっていうのもそうですけど、あれコカ・コーラが作ったね、コカ・コーラの色合いでっていうサンタの衣装ね。あれもともと伝統的なサンタの衣装じゃ、伝説のセントニクラスの衣装じゃなくてコカ・コーラが決めたっていうね、まあ有名な話ありますけど、行事の裏にはね、必ず何か企業が絡んでるんですよね。土用の丑の日でうなぎ食べた方がいいっていうのも、あれ平賀源内でしたっけ、が昔作った。あれもあのうなぎ屋がバックにいて、なんかないかいって言われて、じゃあうなぎ食べさせりゃいいよみたいなね、そういう流れがあったらしいですから、っていうところで合わせてみます。ガチャ。そうか、ここ、あーどうかな。今ざっくりこんな感じなんだけど、ここ真ん中にね、ご地蔵くんが入る隙間があるイメージなので、これはね、全パーツが前にバーンって出すぎてるね。だから結局ここ全部いらんのかな。いやーむずいな。ちょ、まあまあまあ、ここを切ってみよう。この辺からザーッとね、キワキワのところ狙って、よっ、切れた。これでちょっと印象変わる。あー、あんまり変わらんな。さらにパーツを削ってすっきりさせます。もう本当にスカスカにします。あ、隙間は確保できましたね。じゃ、ここはこれで OK として、今度ここね、ここの高さ、次から次へと問題が来るで。今こんな感じで、最終的にここ、あの元画像を見てもらうと分かるけど、ここを繋げるんですね。こっちも繋げると思います。そうするとここあんまり上にこう出てない方がいいんですね。もっとこうギュッと下の方がいいわけですよ。なのでここを削りましょう。でもこの後ろ、テールランプはなんとなくね、このドア重の名残として置いときたい気がするから、もちろんこの改造には必要ないパーツなんだけど、やっぱドア重たまに感じたいやん。ドア重好きすぎる。この意見やばい。ここもガンガン削っていく。こんなもんかな。あ、いいんじゃないかな。オッケーってことで、裏ビス止めします。ほら、もうなんかすごい綺麗に収まってるでしょ。全部で3箇所ビス止め。これで十分ですね。よし、今ここまで来てます。で、この真ん中、ご地蔵くんが入るスペース作っていこうかって言っても、完全にガポンってはめて固定されるような機構は作らないんだけどね。まあなんとなくっていう。で、ここのパーツ候補として、ダーン、これがね、前にワンネスがくれたもので、分解して戻せなくなりましたっていうことでね、なんか使ってくださいっつってありがたくいただいたものなんですけども、いよいよここでね、ちょっと使えるんじゃないかなと思って分解してみましょう。ここでね、スパナくん要素も入ってくるっていうね。なかなかでしょ。特撮改造エキシビジョンって言うんです。チャンネル登録ぜひお願いします。この辺になんかごちゃごちゃっとしたのがあるんだけど、ここにこれバコンとはめちゃうか。そうするとここやっぱ全部いらんな。じゃあこれ取っちゃうか。具体的にはどこまでいらんの、これ。この辺までか。どんどん削れてってしまうな。よし、取れた。ここにこんな感じで。そうすると今度あれか、ここのガトリング部分もいらんのか。はい、こんな感じです。で、ここに来てまた今更なんですけど、ここいらんな。ここにご地蔵くんが入るな、どうやらバランス的に。なのでここを急遽取りましょう。いやー、そうか、ここもいらんのか。いやー、やっぱ後から取るっていうのは大変やな。これ最初から全部計算してやってればねっていうのは、もうこの改造動画で僕よく言ってますけど、しょっちゅう言ってますけど、いやー大変。で、ケミライザーについてたこのパーツ、せっかくなのでこれ使いたいんですよね。ちょうどカクッとしてるし、ぴったりハマってくれそうな気がする。あー、ちょっと届かないな。どうしよう。
そうか、ちょっと届かないか。いやでも使いたいな。ここあ、なんかすごい収まりいいぞ、ビタッと。とりあえずこうしといて、ここなんか足そうか。おほほほほ、なんか一気に雰囲気変わった。で、こっちも。アンコントロールスイッチ、ブラックアンサーズ、やべー。で、上と下のこの長いパーツをくっつけました。上はまあ届いたかなって感じで、下が届いてないです。このわずかな間、ここ届いてないんですよ。何かをパーツを貼り付けて届かせたい、しかも印象的なパーツでいきたいなっていうので、私考えました。いよいよね、チャンスが巡ってきましたよ。ついにこのパーツを使う時が来ました。みんな大好きなはずだけど、どうやっていじったらいいかわからない、でーん、第五用の手。これはね、多分みんな好きなはずですよ。分解しましょう。これ好きじゃないっていう人にはね、ちょっとね、ハンバーグおごってあげられないな。よし、この手のパーツ、いけ。あ、これだけだと寂しいね。こんな感じなんや。ここついてた方がいいな。このやっぱ金色の手首パーツ、印象的でしたね。ほい、やっぱり全然印象が変わるね。手首パーツあった方がいいわ。でもこのアイテムには手首パーツない方がスッキリして見えると思うねんけど、これはでもあった方がいいな。絶対つけたい。もう僕はね、つけたいと思っちゃってる。で、こんな感じもういいや。もうこの時点でいいや。ちょっとここ先っぽ切りましょうね。ここ少しハンダゴテで溶かしましょう。この持ち手の下をね、スッとこう大五郎くんがこう手を添えてくれてるっていうね。いや、なんか優しさ感じるやん。よし、あとこっち側、この上なんですけど、まあこれもせっかくなんでっていうことで、ケミーライザーのこれ使おうかなと思います。で、ちょっと今思いついたんだけど、ここのパーツはここにある必要がないんですよ。そういえばね。というのは、画像を見ていただいて分かる通り、この辺はチョコレート貼るんですね。なのでまたレジンのチョコレートを作って今外で乾かしてます。それができたらここにチョコを貼るので、これはせっかく印象的なパーツだから、本当はもっとね、機械っぽいデザインなんだけど、ここにも貼っといたらいいんちゃうかなと思います。後でもうちょっとそれっぽくなる予定です。こんな感じでちょっとずつ進んでますね。で、次ね、これもまた何のパーツかわからないんですけど、ここに一本ついてるでしょ。ガコンとかやんのかな、わからへんけど、このパーツをつけることでこのアイテムが最高になるんですね。もう皆さんお分かりですか。でーん出たよ出たよ、これを使っていきます。みんな大好きユーリさんですよ。もう僕も大好きです。ユーリさんの力をね、ちょっと貸していただこうかなと思いますよ。これもまあここのパーツだけでいいので、またまたハンダゴティング、もう思い切って自分の最高をぶつけるつもりで、よっしゃ、ちぎれた。さて、続いてちょっとこの辺がスカスカなので、もうちょっと埋めて、なおかつ機械っぽいパーツを使ってメカメカしくしたいと思います。それでね、思い出したのがこれです。当時これ塗装をして、なんか改造しようとしてたんですよ。で、そのままバラしたまんまでずーっと月日が経っちゃって、もう戻し方もわからんっていうやつなので、ここらでちょっと使えるなら使いたいなと思います。こんな感じで、あ、ほら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 、っていうかこれ、ここどうや、これごちぞうくんが入るところ。いや、あんまり目立たへんな。いいか。うん、この辺に使おう。で、これこっち、ここへこんでるよりもフラットに近い方がいいかな。こんな感じ。あー、いいかもいいかも。一気に機械っぽくなった。隙間も埋まるし、これいいんじゃないかな。ちょっとここ切っちゃおう。で、ここは持つ時に指が入るし、隙間が埋まりますね。この辺はチョコレートを貼る予定なんですよ、少しね。だからそんなに埋めなくていいと。ってなると、この形が一番いいのかな。これこっちの方がいいのかな。なんかせっかくこのパーツ使っといてあれやけど、こっちにこういう感じの方がいいのかな。あー、なんかこれな気がしてきた。正解はこれな気がしてきた。あー、ほらこれやわ。うわー、せっかくスパナ君使ったのに。スパナ君、これここで切って別の時に生かそうか。よし、これこの辺にこうかぶせたらどうやろう。こんな感じで、ほら機械っぽいんじゃない、ちょっと。はい、こんな感じ。もうちょっとゾイドワイルドを貼り付けて機械っぽくするかもしれないけど、ちょっと疲れちゃったのでやっぱ熱いな。ひとまず休憩します。で、頭すっきりさせて、もう一回アイデア練り直します。
さあこの日の夜なんですけども、レジンのチョコレートが生乾きまで乾いたので剥がして柔らかいうちに加工しようと思います。これ完全に固まってしまうとね、加工がすごくしにくいんですよ。だからこのぐにゃぐにゃのうちに形合わせていろいろやってしまわないとダメなんですね。でこれはさっきも言いましたけど、チョコ丼弾丸を作った動画で詳しくやってるので、レジンのこと知りたいワンネスはそっちの動画見てね。で仮面ライダーバレンの変身アイテムの画像を見ながら必要なチョコを切り分けていきます。これは黒い刃のカッター、切れ味のいいカッターでやってますけど、半生の状態なので100均のカッターでもハサミでも多分いけると思います。必要な形を切り分けて完全硬化するまでこのまま置いときます。でこの加工してる時に思いついたんだけど、ごちぞうくんが入るスペース、これ画像を見ても光っててよくわからないんですよね。だからレジンチョコの余りをそのままドーンってやっちゃえば意外としっくりくるんじゃないかなと思って、ちょっと端っこを切れ目入れたりして周りのパーツに干渉しないように加工してガチャッとはめたら、まあぴったり、本当に気持ちよかったっすね。この後ニヤニヤしながらチョコレート食べたのは言うまでもないわ。これで明日になったらしっかりとチョコパーツが硬くなってるだろうということで海外ドラマ見て寝ましたと。ちなみに今見てるのはね、ブラックリストってやつでね、もうめちゃくちゃ面白いからおすすめ。シーズン10まであるで、長いで、大変やで。1話見出したらもう止まらへんで、シーズン10やで、気をつけろー。はい、チョコレート貼り付けて現在こんな感じです。さあいよいよ大詰めやね。次はここのパーツ、これを貼るだけでグンって本物に近づくなぁと僕はずっと思ってたんです。だからやっとここまでたどり着けて本当に嬉しい。で使うのはじゃん、サンペルカという薄くてちょっと伸びるこういうやつです。まあこんな感じで合わせてみて、大体なんですけど、今中心線がこのチョコレートの真ん中のこの線なんですよ。こっから引っ張ってきて、ここがまあ真ん中だとして、ちょんちょんとあって、グイーンって少し曲がった感じ。ちょっとまずこれ大きさ切ってみましょう。うん、全然ちっちゃいね。これはダメでしょう。もっとここがこのトリガーのキワキワまでいかなあかんねんな。ほんでもっとここもっといるわ。なんでこの大きさやと思ったんやろ。どうかしてるよね。いやー参ったな。もっとでかいわ。作り直しました。あ、はい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 、はい、いいと思います。何今の感じ、何をそんなおどおどしてんの。何をビビることがあんの。いやこれ合ってるよ。大丈夫大丈夫大丈夫。ちょうど真ん中で線対称だったので折り紙で切り絵を切るみたいな感覚でやってみました。うん、こんな感じです。はい、また造形ベース、これ下地材ですね。もう何も気にせず全体に塗ります。これを乾かしてる間に次の工程、ここがねパーツがあってチョコレートっていう感じで、このチョコレートだけボコンって乗ってるわけじゃないんですよね。なのでここを上から何かで隠そうと思います。こっちとこっち。それで使いたいのがこれ、何かわかりますか。スタッグフォンの角です。これ分かった人はかなりマニアックですね。これを使おうかなと思います。ダブルつながりでね。あとスタッグフォンちゃんはチョコレートがすっごい好きでしょ。まあ嘘なんですけど。ハンダゴティングで真っ二つに。よし、切れました。このね、刃のギザギザがこっちに来るか、つるんとした面がこっちに来るかやね。あー、やっぱりこれ元に忠実に、やっぱつるんとした面がこっちでギザギザが外っていう方がかっこいいかな。これね、どっちもありやと思う。グルーガン塗って貼り付ける。こんな感じですね。反対側も貼り付けて。で、また元の画像を見ると、この辺に半円パーツみたいなのついてるでしょ。ちっちゃいやつ。それも一応再現しとこうかなと思って、これです。フルボトルバスターのパーツ。ここまあギアのマークついてるんだけど、ビルドっぽく。これを使おうかなと思います。これはね、また意識したわけじゃないんだけど、フルボトルバスター過去の改造何に使ったかっていうと、見えてるかな、これ。バルバラシタでっかーくした時に使ったんですよ。だから今回は意図してないんだけど、スパナ君に結構関連があるよね。このマス、ここの線で切ろうかと思います。よし、切れた。これでね、さっき作ったこれが来るここのラインにどうやらついてるっぽいんですよ。だからまあこの辺かな。あ、なんかバランスもいいし、これでいいんじゃないかな。ここつけちゃおう。これもグルーガンでつけました。上のパーツも同じ感じ。まずこんな感じで塗装ブース行こう。このアイテムも元の画像を見ると黒よりももっと明るい濃いめのグレーというかな、それのおそらくメタリックカラーだろうということで GX メタルブラック。黒ほど真っ黒にしたくない時によく使いますね。もうひたすら全部塗っていきます。チョコレート部分も下地塗装として塗ってますし、ガイアメモリ用の小窓についちゃうのも気にせずに拭いてます。この
ひたすら全部やるっていうのは楽なような大変なようなテクニックもバランス感覚も必要ないけど、ただただ時間がかかるっていうね。さて次はシャバシャバに薄めた黒で味出しとツヤ出しです。というのもこれね、メタルブラックよりももうちょっと黒っぽい方がいいなと思って、結構しっかりめに拭いてます。これまあさすがに真っ黒にはならないんですけど、拭けば拭くほどやっぱり少しずつ濃くなっていくのでね。ほらメタルブラック一色っていうのもなかなか渋くていいよね。これぞプロトタイプ感が出てるかもしれん。もしかしてここで止めときたいなーっていうワンネスも結構いるんじゃないかな。そしてサンペルカのパーツはメタルブルーに仕上げていきます。どっちかっていうと水色よりかな。で銃本体にも数箇所メタリック水色の部分があるんですが、ここね特にメタリック水色用のパーツをつけてないので、もう塗り分けで表現しちゃえと思って無理やりやってます。これなんでメタリック水色用のパーツつけてなかったのか自分でもよくわからないんですよね。全然意識してなかったんです。まあでもなんとかなってるでしょ。であと歯車の部分もメタリック水色さっきからメタリック水色って言ってるけど、これおかしいよな。表現としてメタリックライトブルー、いや水色の方がわかりやすいし。はい、チョコレート拭いていきます。チョコドン弾丸作った時とで2回目ですね。でこれ僕がやりたかったんですよ。スロットの金と銀の部分をチョコの色で塗り分けるっていうね、これ絶対やろうと思ってたんです。でテールランプもチョコレートにして、もうめちゃめちゃ可愛いでしょう。そして来ましたホワイトチョコ、銀のスロットはホワイトチョコです。そしてこの先端のパーツもホワイトチョコにしたいなと思ったのでやってみます。で完全に色がついちゃったダブルドライバーの小窓、ここはガイアペイントリムーバーで色落とすんですけど、初めてエアブラシで使ってみます。これだともしかしたら簡単に綺麗に取れるのかなと思ってやってみたんですけど、やっぱりダメっすね。筆の方がいいっすね。なんか周りの赤まで取れちゃって、まあ泣く泣く塗り直しですわほんで塗り直しすごい綺麗にできるんやったら、最初から小窓に使うように気をつけて塗っとけよってね、自分でツッコミ入れながらやりました。まあ修正完了ですね。大丈夫っすね。はい、なんとかゴールまでたどり着きまして、じゃーん、完成でーす。どうですか、プロトタイプ感ということで納得できますかでもね、カラーリングを寄せることで一気に本家に近づきましたね。チョコレートもね、やっぱこれ強力なアクセントになってますね。普通の銃にチョコがついてるって通常ありえないですからね。いやこれを本家デザインにしてしまうあたり、やっぱりねバンダイさんの仮面ライダー担当のデザイナーさん、最高に切れ者ですね。こらすごいわ。で僕のお気に入りとしてはここのチョコとホワイトチョコ、そしてテールランプもチョコレート。ホワイトチョコ要素はあんまり入れたくなかったんですよ。バレンのアイテムにホワイトチョコ要素がごちぞうくん以外入ってないっていうのもなんか理由があるはずだと思って。でもプロトタイプ、まあ、試作品なので最初はちょっと要素入れておいて、で使っていくうちにホワイトチョコ要素はない方がいいっすねみたいな、そういう会議があったんじゃないかなっていうね、その開発チームでね、そういうイメージなんですよ。さあ9月にテレビ放送が始まって、これの本当の銃撃音がどんなものなのかっていうのが明かされるのがすごく楽しみですけど、一応ドア銃の銃撃音入れとく。はい、5発超えて撃てましたね。よかったですね最初にねスニッカーズとかキットカット入れてみたいって言ってたでしょ。でスーパーでスニッカーズは手に入った。でキットカット、あのみんな分かってると思うけど、これぐらいのサイズのでっかい、あのぶっといね、ブットカットね、ホストカットじゃなくてブットカットの方、あれも入れてみたいなと思ってたんですけど、まあ売ってなかったんでとりあえずこれだけっていうことで、上のチョコに入れてみます。入った、本当に入った、すげえ、嘘、入った、やった。でもキットカットのホワイトが出ればね、こっちぴったりなんだけど、もう白いスロットになっちゃったからね。だからこっちにチョコを入れようと思っても、あ、ほら弾かれて入らへんわ、あかんわ。やっぱこっちだけやな。うん、まあそんな感じで一応お菓子市販のお菓子絡められました。でもスニッカーズもね、なんか別で武器作りたいけどね、普通に当たり前に考えたら、まあスティック状やから剣とか棒の武器とかなんだけど、なんか違うアイデアないかなと思ってね、いろいろ考え中です。もうスーパーとかコンビニのお菓子売り場が楽しくなっちゃって、ずーっと商品見ながらね、どんな武器と結びつけられるかなって考えてるんすよねあんまりお店としては良くないよね。まあなんか絶対買っていくんですけどさすがにね。まあそんなことはいいんですよ。はい、完成しましたのでね、またワンネスたちの感想コメントお待ちしております。よろしくお願いします。一応編集でここごちそう足しとく。ガコン、こんな感じかな。今回の改造もしびれたなという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ワンネス、ワンネス、ちょっと変則ワンネス君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。
君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。